ナンの動画。皆様こんばんは、メノンです。実はですね、所沢でやってた細野観光に行ってきました。で、EOA で一緒にやってますリサちゃんとですね、行ってきたんですよ。彼女も最近YouTube を始めまして、チャンネルがあるので概要欄に載せておくんですけど、私と一緒に細野観光に行ったっていうのを Vlog でね、チャンネルにアップしてますので、ぜひそちらもご覧ください。あとは開封動画ですね、グッズをたくさん買いましたということで、開封動画もあると思いますので、ぜひぜひそちらも見てください。で、私も今日はその細野観光で買ってきた購入品の、紹介をしようと思います。でですね、6月18日に行ってきて、この動画を撮ってるのが今もう7月なんですけど、まだね、全く開けてなくて、早く開けたかったんですけど、ちょっと動画撮るかってなって、そのためにグッズを開封せずにそのまま置いておいたということで、こういう特別な紙袋に入れてくれました。じゃあ早速ね、ちょっと開けていこうと思いますけど、はい、ということで、この日はですね、ちょっと今レシートがあったんですけど、合計で9530円買ってしまいました。普段こんなに使わないんですけど、まあ細野さんのためならお金をじゃんじゃん落としてしまおうじゃないかということで買っちゃったんですけど、じゃあね、まずちっちゃいのからねやっていこうと思うんですけど、こちらですね、じゃーん、かわいい、ちょっとめっちゃ YouTube っぽい。じゃあ開けるね。細野観光細野ハウスラバーキーホルダーっていうことで、元になったイラストを細野さんが描いたんですけど、それこそ細野ハウスの時のレコードのラベルあるじゃないですか、あそこのデザインかなんかを考えてた時のメモがいくつかあるんですけど、それの中から撮ってきたんだと思うんですけど、それをねグッズ化しようって言った人に敬意を表しますありがとうございます。後ろに細野観光ってこう書いてあります。かわいい。ちょっとどこにつけるかわかんないけど、とりあえず買ったっていうキーホルダーです。ここに置いていくっていう感じでそして、次じゃあこれにしようかな。じゃーん、コルクコースターはなんと2つ、あれですね、この今回の50周年のイラストを描いているタイの漫画家の人で、ウィスット・ポンニミットっていう方がいるんですけど、日本でもね結構有名で、タム君って言われてて、マムアンちゃんって私キャラクター好きなんですけど、その生みの親ですね。で、漫画も個人的に持ってます開けよう。これ確かなんか見たんだよね、細野観光の入る前に併設されてるカフェがあって、でそこはなんかコラボメニューみたいに出してるからってリサちゃんと2人でそこでお昼食べてから見たんですけど、その時に確かお店に置いてあって、これ買えんのかなってずっと話してて、でグッズショップ見たらあったんで買っちゃいました。次はですね、じゃん、こちらチケットケースです。このイラストは細野さんが描いたイラストなんだそうですが、チケットケース、なんか今マスクケースとかにも使える大きさなんじゃないと思って買っちゃいました。開けます。はい、こんな感じで、縦に長いイラストで、クリアファイルみたいなの同じ素材ですね。で、細野観光って書いてあって、こう開けるとこんな感じ。あ、中に可愛い、これもそのさっき言ったタムくんが描いたイラスト、見えますかね、見えるかな、可愛いよね、ぴょん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 跳ねてる細野さんのイラスト、かわいい。ここにチケットをね入れていくんですね、こういう感じで。そしてそして、じゃあね、私こういう時ってだいたいこういうクリアファイルとかポストカードとかめっちゃ買うんですけど、だからあんまりこう1個でドカンって高いものあんまり買わないんですけど、珍しくですね、今回ですねアパレルを買いました。じゃーん、細野観光イラスト刺繍ロンティーブラックS サイズ、可愛くないですか、さっきの細野ハウスのこれと一緒、もうこれの刺繍ね可愛くないと思って買っちゃいました。じゃあ開けます。可愛い、ここのタグも50周年イラストのタグになってるの、めっちゃ可愛い。よいしょ、こんな感じ。大きさどうなんだろう、多分大きいな、 S サイズだけど多分男女兼用の S サイズだから、私すごい背低いしちっちゃいんですけど、やっぱ袖もね長いし、でもちゃんとここキュッと絞ってあっていい感じでしょ。裾も、あ、裾はどうなんだろう、裾は普通のなんか T シャツみたいなのと一緒かな。ロンティーでこれ今ちょっと着るのには暑いんですけど、まあせっかくだから今着てみようかなと思います。はい、ということで、じゃーん、着てみました。超可愛くない、
いい感じ。暑いけど普通に今でも黒だからね、あの基本何でも合わせられそうな感じでいいですよね。いいいいいい、嬉しい。ちょっとあんまこういうの買わないんで、買ってよかった。次で実は最後なんですよ、早くも。次はですね、じゃん、細野観光イラストトートバッグ太陽ということで、何種類かトートバッグあったんですけど、こんな変なね、変なって言ったんだけど細野さん描いてイラストなんだけど、こんな絶対被らないようなねイラストだし、これ持ってたら面白いねっていう感じで買いました。開けます。あ、こんな感じです。結構大きいんじゃない？なんかそうですね、キャンバストートなのでやっぱしっかりしてて、マチがこんだけあるんですよ。割と良さそうですよね。で、私実は一番最初に細野観光あった時、六本木のやつ4回ぐらい多分行ってるんですけど、その時にもグッズをめちゃくちゃ買ってまして、でトートバッグを買ったんですよ、その時に。ちょっとそれもと比較してどのぐらいの大きさなのかとか、あのちょっと見てみましょうか。はいはいはい、どうでしょうか。これがその時のやつなんですけど、これもそのさっき話したタムくんのイラストですね。しっかりしてるんですけど、かなりこう使い古してるから、あの年季が入ってます。ちょっと汚いけど、大きさ一緒かもしんない、もしかしたら。どうどう、狭くてわからん。よいしょ、合わせてみたら、あ、一緒ですね、一緒だ、同じサイズ。なんかレコードが入るサイズみたいなことを言ってた気がする。で、私あのこっちのトートをね、裏すごいなんか汚しちゃったんですよ。あのデニムと合わせて持ったら可愛くないと思って、デニムを下ろしたその日にこれを持ってたんですけど、そしたら色移りしちゃったんですよ。なんでちょっと皆さんもね、あの このトートもし持ってる方いらしたら、ちょっと時すでに遅しかもしれないんですけど、デニムの時はちょっとこれを持つの要注意ということで、擦れてね色が移るっていうことがあったりするので。はい、ということで以上でございます。で、ね、なんかね、いくら以上だったかちょっと忘れたんだけど、あのいっぱい買ってくれた人にじゃん、ステッカーをプレゼントっていうことでがっつりもらいました。4種類 のステッカー、かわいいね。でもステッカーこそさ使わないっていうか、本当にね貼らなくてどうしようかなって、なんか楽器に貼ったりとか本当はしたいんだけど、なかなかねっていうところで。で、もう一個お土産じゃないんですけど、このフリーペーパーみたいなのが置いてあって、すごい可愛い。細野晴臣さんってどんな人って、これ子供が読んでも分かるように全部にルビーが振ってあるんですけど、こんな風にこれまでの細野さんの歩みみたいなのがイラストと写真と文章で、何歳頃にこういうのやってましたみたいなのが分かりやすく可愛くまとまってる表ですね。細野さんから のメッセージっていうのもあります。このイラストが可愛いですよね。最近あの細野ゼミっていうやつで描いてるしごくんっていう方のイラストだと思うんですけど、すごい可愛い。そう、これも持って帰りました。これはフリーペーパーなのでっていうところですかね。で、細野観光の今回のやつでなかったんだけど、前に買ったやつもなんかどうせだからちょっと紹介しようかなと思って、今こっちに全部置いてきるんですけど、まずですね、この補聴のぬいぐるみもういくらだったかとか全然忘れちゃったんですけど、多分1200円とかそんなもんじゃないかな。抱っこのとギターのと2種類あって、私は抱っこちゃんにしました。六本木の時に出てたやつです。かわいい。それとじゃん、マグカップ、これもかわいくない？ちょっと大きいの、なんか普通にコーヒーとか飲む時にはちょっと大きいんですけど、スープとか味噌汁とかの時にちょうどいい大きさなんですよね。陶器のこのカップでございます。これは所沢の方では売ってなかったですね。これちょっと入れておいて、で、あとは、これですね、細野観光、もうあの教科書のみたいなもんなんですけどこれは公式ガイドみたいなやつです。で、でも中にこう年表とか写真とかめちゃくちゃいっぱいまとまってて、あの実際に使ってた楽器の紹介とかも全部ここにこういう風に書いてあってっていう感じですね。ただなんか大阪の時だったかな、あのインタビューのページが何ページかね、あの補足で追加されたバージョンがあって、私はその前のやつなんですよね。もうそっちも欲しいなって思っちゃったんですけど、ちょっとさすがにもう持ってるしなっていうところがあったので、それは買いませんでした。そっちのあのちょっと増えたバージョンの方を所沢で置いてましたね。あとね、一番最初の時に買ったの、多分ステッカーを買ってて、で、未だに保管してあるんですよね。てかチラシとか出てくるのウケる。これ2019年の六本木の時の
チラシがまだ綺麗に保管してあります。袋とかもさ保管してるのやばくない？かわいい。多分グッズ買った時にあの入れてもらってた袋をそのまま取ってあります。しかもこの YMO のこの40周年のファイルに入れてるって、このなんか筋金な感じ。あった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 、これだわ。ちょっと所沢でも売ってたかわかんないんですけど、しかも未開封だよ、やばくない？2019年に買って未開封のステッカー、多分3種あのタム君のイラスト入ってるやつですね。ということで細野観光のグッズを開けるっていう動画でした。やっとねこのトートが使える。めっちゃ嬉しい。一緒に行ったねりさちゃんの動画の方もぜひ皆さんも見てください。それではまた次回の動画をお楽しみに。メノンでした。